これ人類の前進のためにイーロン・マスクのようにオールインしていく。よくこんな安い給料で頑張ってんなって思うぐらい、うん、でもめっちゃ知ってるしめっちゃ詳しいしめっちゃやってくれる。まあなんか俺の言うこと聞くふりして聞いてないやつの方が大半なんで、こういうメディアを見て考えが変わるようなやつは多分、うんうんうん、自分の考えが正しいから堀江さんにそれを追認してほしいとかっていうよくわかんないニーズなんで。ああ今こう日本をどういうふうにまず岡井さん見てらっしゃるのかからお話聞いててもよろしいでしょうか。やっぱりこう超大きい会社の数がやっぱ足りてないと思うので、そういうのをどうやって作っていけるかが結構大事だし、やっぱりこうまあ今のループもまだそうなんですけど、やっぱ内需に向けたビジネスがやっぱ比較的多いので、外貨をいかに獲得できるかっていう視点の企業がもっともっと根本的に増えないと、ちょっとまあそもそも人口減っていくのでどん詰まりになっていくなとは思っております。まああのあれですよ、別に外に出ていく必要がないからそうなってるんですよ、うん、1億2000万人の人口がいるとやっぱり、うん、まあだから5000万人ぐらいになると外に 出ざるを得なくなると思いますからね、うんうん、でも意外とインバウンドも入ってくるし移住者も増えてくると思うんで、僕はそんなに悲観してないんですけどね実は、うん、海さえ頑張ってやれば、あまあ内需でそこそこ稼げんだからそれはそれでいいんじゃねえのっていう考え方もなくはないよね、うんうん。まあ、法改正などこれ岡井さんの行動力がまあスタートアップ界隈でもまあ評判にはなっていると思うんですけれども、一番これ大事にしてることっていうのは。そうですね、まあ、なんかあんまり競争をしないことといいますか、その僕らがやるべきだと思ってることをしっかりこうゼロから考えてやることが結構重要なんじゃないかなと思ってまして、まあまあそういうことをやらざるを得ないからね、うん、僕はずっと IT のスタートアップとかやってたから全然政府とか、はい、そういったところとの関係って全くなかったんですけど、うん、ロケットやるようになってからやっぱそっちの方との関わりをやらざるを得なくなったんでやってるみたいなところはあるんですけど、逆にまあそれはそれで今までみんなただやってなかっただけなんだねっていうのが逆に分かったっていうか、はい、そう思います。結構全て合理的に動いてるので、声が大きいやつが勝つっていうのもその通りなんで、やっぱその反ワクチンの人とかもやっぱすげえ頑張ってロビー活動してるんですよ、うん、だってライドシェアだってまあぶっちゃけ普及してほしいけど、俺がライドシェア事業者でもないし全然利害関係ないから本気ではやんないじゃん、うん、だけどタクシー業界の人たちは死活問題だから、うん、もう一生懸命反対するわけ、うん、あと特に選挙に強いんですよ、うん、統一協会と一緒で選挙に弱い議員って100票差とかで負けちゃうわけ、うん、だからやっぱタクシー会社って全国どこにもあるじゃん、うん、だ選挙区にもやっぱ100人単位でいるんですよ、うん、タクシーの運転手とか、うん、タクシー議連に入ってるとそのタクシー業界の人が絶対票を入れてくれるから、うん、だから選挙に弱い議員ほどタクシー議連に入るんですよ、うん、で逆にライドシェア議連の議長は小泉進次郎ですから、うん、なんで小泉進次郎が入れるかっていうと、小泉進次郎は絶対選挙で勝つからですよ、うんうん、タクシー業界の票なんかいらないんですよ、うん、で統一教会も同じ、うん、大していないんですよ統一教会員って、絶対入れてくれるんじゃん、だから選挙に弱い議員は大体行ってますよ、だからそういう構造なだけなんで、うん、まあ、結論としてだからそういった政治家に物言えるような組織は作っといた方がいいよねっていう話でもあるんですよ、うん、そういった点では岡井さんはループで、若手企業家の中ではそこをうまくやった方なわけですね、結果的には周りよりは、はいはい、というかまあ、そういうことをやったことないと本当に動くのかなとか思うよね、うん、動くんですよ、意外に政府も自治体も政治家もみんなやっぱ合理的でかつそう官僚とかその政治家の人に話を聞くとめっちゃみんな一生懸命に国民のことを考えて行動してるんで、うんうん、むしろすげえちゃんとしてんじゃんと思いますよね、うんうん、よくこんな安い給料で頑張ってんなって思うぐらい、でもめっちゃ知ってるしめっちゃ詳しいしめっちゃやってくれるんですよ、みんなあんまり直接行かないだけなので、はいはい、実際2018年の起業なので、まあ、政府だったり東京都だったりの交渉はかなりスピーディーに行われた、まあでもそうです、最初の半年とかはなんかほぼ会ってくれないみたいな、アポ調整しても2ヶ月先みたいなぐらい門前払いに近い状況だったけど、ようやくこう前にちょっとずつ進めたので順調だったかというと結構怪しいんですけど、とはいえまあ話はやっぱちゃんと聞いてくれたのでかなり早く動いたなとは思います。なんか神谷さんの周りもちょっと問題のある起業家もいるみたいな話。あ、そうですね、なんかあの学生起業家って結構
とりあえず経験してみたいっていう人が多いと思うので、うん、こう長期的目線っていうよりかは今経験したいって思う人が多いんですよ。なのでまあ、ちょっとあの、まあ、エセ起業家みたいな人は、まあ、ちょこちょこ見るなっていうのは正直ありますね、うん、ただそれでもやっぱやるより やらないよりやった方がいいと思うので私はそれでいいとも思いますけど、まあ、ただエセっていうのは結構多いなっていうのは思いますね、うん、お会社いかがですか。エセ起業家についてですか、はい、もう自分大学卒業して何年だろう、6、5、6年ぐらい忘れましたけど、なんかに比べるとかなり友達の記憶が増えたなと思ってまして、うん、個人的にはなんか増えた方がいいとも思わないし今少ないなとも思わないので結構どうでもいいなと思ってまして、でもやっぱりこう堀江さんの宇宙とかロケットとかそういう規模の、まあループでもまだもっともっと町全体とか町づくりとかまで染み出ないとなって思うぐらいこう大きい課題にちゃんとこう解決するあのスタートアップみたいなものを目指す起業家はもっと増えてほしいなとは思いますね。これはそれにそういうものに対して投資する側のマインドとかルールの話もありますし、そういう視座でやろうっていうその一番最初の期から黒字であることを目指す、まあこれ最初から黒字の方がいいに決まってるんですけど、そういう大きい視点でやる人がまあ結構増えてほしいなと思うし、大きく目指すところを相対的に応援していくようなルールであり風潮ができてほしいなと思います。まあイコール大きく失敗する確率が上がるので、日本ってそれをちゃんと許容するのかっていうのは結構分かんないんですけれども、増えてほしいなと思います。はい、以前これニュースピックスの別の番組にあのご出演いただいた際にですね、これ人類の前進のためにイーロン・マスクのようにオールインしていくというふうにおっしゃって結構バズったんですけれども、バズってないですね、今もその気持ちはこう変わらずというか、ね、変わらずですね、もっともっと早くもっと意味があることができないかっていうのはなんか常に思いますね、はい、そろそろお時間となりましたが堀さん本日いかがだったでしょうか。まああの関係ない話題いっぱいできてよかったです、うん、ありがとうございますまあまあでも、うん、どうなんですかね、すごいよねみんな親ブロックとか、うん、そういうのにやっぱ従順ないい子が多いんでしょうね、うん、日本は特にね多いんだと思います。すごい従順ないい子が多くて、うん、なんでだろうなっていつも思っちゃう、うん、それに関して言うと、うん、まあなんか俺の言うこと聞くふりして聞いてないやつの方が大半なんで、自分の考えが正しいから堀江さんにそれを追認してほしいとかっていうよく分かんないニーズなんで、ああ分かる、うん、認めてほしい、うん、でも間違ってるからっていう、そうなんですよ、だからそれは違うよねって思うんだけど、まあ、いくら違うって言っても、まあ、納得しないから、まあ、じゃあいいやって、うん、いいんですよそれで全然あの、うん、僕は別に損しないから。おかえさんいかがですかね、今のおかえさん世代の企業形は、ね、まあ、そうですね、けど、うん、多分マインドは変わらないので、うん、こういうメディアを見て考えが変わるようなやつは多分向いてない気もするので、もともとそういう人は多分するし、そういう責任がある人が人を雇用していくべきだと思ってるので、うん、はい、そうですね、まあ、ただこういうの見てそういうスタートアップ行きたいなって人が来てくれると嬉しいですね、それこそ勤勉なので、はい、生意気だったりこう挑発的なことを言う経営者の方減りましたよね、すごく印象的に。そうですね、挑発的なことを言うメリットが結構ないですね、うん、今日も自分結構なんか、うん、あの思ってることをかなり隠しながら会話してるぐらいには、うん、堀江さんすごくある意味優しいなって思って見てるんですよね、うん、はい、自分の利害関係がないほとんどの人をどちらかというといい方向に行くべきでしょうって多分思われるマインドだ、うん、はい、なんと思うんですね、堀江さん特に、ね、僕結構どうでもいいので、うん、自分の周りとか、うん、あのまあ、日本という意味では自分が住んでる国なので良、うん、くなってほしいなって意味はあるんですけど、うん、なんか自分が批判される可能性のリスクを負ってもね、うん、人に正論をぶつけてあげる必要がないので、うんうんね、自分の業界だとありますけど、はい、まあ、といつも堀井さんを見てはいます僕は遠慮したくないのであの、いや、日本